はい、こちらですね、ハルトのアシュレッジ、エデュケーションセンターに来ています。まあ、ハルトはですね、全部で世界5つのキャンパスあるんですけれども、まあ、ロンドン、サンフランシスコ、ボストン、ドバイ、上海と、その中でロンドン近郊にありますこのアシュレッジ、ビジネススクールですね、ハルトのエデュケーションセンターとしてですね、今機能してるんですけど、本当にもうお城ですね、お城の中、お城、学校というよりもお城のようなところ、本当に森の中に出てきたお城というような感じで、中に入ると本当にですね、まあ、こんな感じでもう学校という感じではないというような感じですね。本当にこんなお城のようなところでも勉強できるというのはなかなかない経験だと思いますね。本当に綺麗です。ちょっと今階段で上にこう上がってみますけども、主にですねエグゼクティブ MBA のプログラムがですね、このアシュレッジのキャンパスで行われているんですね。ただやっぱりロンドンからちょっと離れているということで、まあ本当に多くの学生がいるというわけではなくて、まあ、本当に少人数で、まあ、学ぶというような感じですね。まあよくある、まあ、大学、まあ、いろんな大学もですね、まあ、こうメインホールはまあこんな感じであったりするんですけれども、本当にこのアシュレッジはですね、建物全体、キャンパス全体が本当にこのような感じなんですね。非常にこうなんか中世のヨーロッパの時代に戻ってこう勉強に励むというような感じの建物です。はい、これはまた別の部屋になりますけれども、これが信じられますかね、これがビジネススクールなんですよ。こういったところで、まあ、学生打ち合わせしたりとか、まあ、することもあると思うんですけど、そうですね、こう非常にこう綺麗なこうガーデンがあって、なんか中世のヨーロッパのお城の中でこう勉強するというような感じに見えないですかね。こんな感じですね。このキャンパスはですね、学生寮もあって、まあ、本当にこう森の中ですので、まあ、その中でこう、まあ、学生寮に住んで、本当にお城の中に住みながら勉強するというような感じになると思いますね。本当にこのガーデンもあるんですが、ハルトハウスガーデン、アシュレッジハウスガーデンですね、まあ、こんな感じでガーデンもあると。このガーデンの向こう側にですね、学生寮がありますね、というようなところになります。今ですね、こちら中庭の方、アシュレッジハウスガーデンの方に来ました。まあ、本当に綺麗ですね。雰囲気もすごくこう特別な感じがします。まあ、このアシュレッジはですね、 MBA のプログラムを提供しているんですけれども、それからですね、企業の研修とか、ブートキャンプのようなこう集中コースとかもですね行ったりしてるんですね。ちょうど、今もですね、どっかの企業の方ですかね、の研修生が30人か40人ぐらい、ここでこうリーダーシッププログラムというのを取ってるという話でした。まあ、先ほどもいっぱいですね、そういった人たちがなんか、まあ、ランチ取ったりしてたんですが、
まあ、本当にこういった雰囲気のところでですね、できたら勉強すると本当にこうなんか特別な感じですね。一生に一度ないかどうかっていうぐらいの、まあ、特別なこう経験をできるところだと思います。 MBA ラウンジとしてもですね、将来はここで、ビジネスセミナーとかやりたいですね。1週間ぐらいこもって、まあ、英語でもいいですけど、英語か、まあ、ビジネスセミナーみたいのを、このアシュレッジとですね、いろいろこう、提携してやっていけたらなというふうに思っています。